あ、でもマスク次は早く出んで出しこれってまだ10人で行くってなったらインカムとかどうないですか。なんか LINE 通話とかやな。 LINE 通話それってない。10人が10人喋れるの。え、これ降りるん。あんまルールが分かってない。真ん中を走る。あ、右なの。ほんで左やがおるの。え、マスツーリングの千鳥走行にやたらとこだわるやつである。まさかやけどさ、うん、これずっとウインカー出てた。いや出てないで。僕は走ってる3台おるやん。こいつらもマスツーリングとか。いや、ちゃうと思うけどな。でも右左右になってるやん。ちゃうよ。マスじゃなくても、でも暗黙の了解。うん、あの一番前のジスペケ一人やったし、でこのなんか一番後ろのなんかモトクロスの人もう一人で来とったで。あ、分かった。だって合流してきようとこ見たもん。あ、そうか。うん、右左か。通常で襲ってない。1年もいたけど。マスクどういう意味。あれ、でもな、千鳥走行習ってるで。あ、寝とったんじゃ。千鳥走行や。千鳥走行。この右左ってなるも千鳥走行っていう。そう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 、教習所で習ったね。だって俺らばっか受けてないもんな。あ、多分30年ぐらい前や。そうやな、だからや。はい、勉強、バイクの勉強って何や。あ、そうだいぶ後に取った。うん、だよね。俺らの時にどんどん高校で修理したって習ったの。なかった。なかった。そう、初めて聞いた。自撮り一緒に覚えとこう。S 氏も自撮り走行が気に入った様子である。これ覚えたね。でも作法優先も。作法優先分かってなかったな。作法優先。ググったもん。書いてあったやろ。書いてあった。これだから交差点とかお前やんないや。交差点な。お、また後ろからバイク増えたぞ。なんかすごいいっぱいだね。うん。じゃあごっつい10代のリーダーだと。やっべえ。すぐ左に逃げるやん。逃げる。あ、なんかその、あの、声の高さに、まるで耳が慣れてきたよ。あるなよ、今、こう。だんだん人間の体ってそうなるよ。これ、ここやで、静止してる。それ、今思ったけど、足つき悪いな。両足つかへんのか。え、あかんか、そう、危ないわ。すごいな、ギリやな。そこやから。どうしても足らんかったから靴で補っただけや。バッテリーがなくなってきたから止まって、GoPro。道の駅、妹子の里だっけ。まだもう1時間も走ってない。走ったよ。せっかちな M 氏はいつも休憩を嫌うのである。なんかかっこいいな。ゆうさん行くの。ゆうさん行くの。これで今がった気持ちいいちゃうの。はやぶさってどういうとこ走るんだろう。どうなるんだ。270キロで180キロ190馬力くらい。おー、サーキットも走るタイプ買うやろ。これってな、私と思うタイプや。ああ俺の前に1台車おるやん。ああ、で先頭の方に、ああ先頭の方との間に1台おった場合、ああ何が何でもこれ間入らんの。そうやそうや。いやいや、いかんでいいかんでいい、うん、それがたしなみや。やった、見したて朝見したてやり方。まずはやらんて。おなくていい。白ひげ食堂何時ないと、これが問題や。白ひげ食堂美味しいで。何時あんの。まだ9時やで。もう分かった。もう開いてんじゃん。何時ないと分かった。あ、そうだね。調べろ、誰か。調べろって。ちゃんと食いやん、運転しながらググるん。危ないよ。ようやっとるやん。ようやっとった。それはやったらあかんやつである。でもな、それで事故起こすやんか。免許やねん。ああ、そうなの。あの、携帯めちゃくちゃしなかったから、普通のルールはめちゃくちゃ守らなかったから。お前が言うな。お前や。何も違うねん。あ、めっちゃ待ってる。降りよう。
降りる？もう、いやいや、なんとなく、あれ？ミヤマの方。あ、言うてることめちゃくちゃなってきてない。うん、とりあえずあのお腹減ったから白ひげ食堂で食べたいな。俺はどうしても白ひげ食堂に行きたいのである。ほんならもう乗っとこ、左行く。行かへんの？あ、来たで来たで、後ろ。あいつ行けるなんて行けるさ。行く？行かへん。ええの？いや、もう何でも、俺も何でも。すり抜けしたいがバイク女子がいるので遠慮してる二人のおっさんである。じゃあ左行けるん？え、これぐらい。あ、じゃあ、じゃあちょっと待って、いかんとこ、危ない危ない。え、なんなん今、検索しようね、検索。あ、ちょっと安心のことは言うと、俺すり抜けめっちゃ下手やん。嘘つけ。いや、ほんまほんま。嘘つけ。大っ嫌い。なんやん。人よりちょっとミラーが、やっぱ。そうな。いや、ちゃんからは、エグいって聞いてるけど。ミラー畳む。行くやん。俺、あの子よう行くな。ちょっと行ったけど。どうしよう。俺無理やん。いやいや、行ってくれて。行っちゃった。なんかエロいんですけど。ミラー畳んだぞ、あいつ。ミラー畳んだぞ。マジで。そのいけるじゃん。普通にいけるやん。怖いねん、これ。だって、コツンって当たったら、もう何言うかも分からへん。コツンって当たったら、右手ちょっと上げて、ごめんねって言うて。それはやったらあかんやつである。でも、それやるとな、お前分かっとんのに逃げたなってなるやんか。じゃあ、あげんかったら、死にませんでしたっていう。すいませんよ、そんな。うん、今あのドライブレコーダーがあるからな、全部映っとうからな。言われとやるのは悪質じゃん。うん、そやな。だからナンバープレート上げとったらいいね。上げようと思って頑張ったんやけど無理やったんや。ナンバープレート空向けとったらいい。ナンバープレート入ってこい。マスっぽいやけど、お前のために今右寄ったと。白いくじだよ。かっこよくはない。どうぞって。で、横から抜くんやろ、お前。左から抜くんやろ、ほんで。相手は相手。どうぞ言うて左から抜く。おもろいな。入れた？入れた？どっかで降りるか？降りようって俺言ったやん。何で降りんかな？降りるとこないから。なんか後ろに人誰か乗しとったんか？タンデムステップが出とうけど。乗ったやん。後ろに？お前らが来る前に。うん。泣きやっとった。なんで？なんで？どうやって乗るんや。ああ、後ろに？ああ、もう長いよ。いやいや、ほんで誰やん。降りようって言うから。そんな嫌やったんだ。ああ、後ろ乗りやすそうやもんな、シート。乗りやすかった。うん。おっさん二人でそんなやっとったら、バイク二台あるのに。降ります？乗っとく？どっち？流れてるやん。うん？もう流れてるやん。降りよ。降り？どっち？降りよ。降りた？降りた？どこ行くの？降りたら161号線。あ、じゃあ降りた。降りよ。降りよ。ほんまに？ほんまに。え？どんどんまた今日もな、あれやったやん、イシューとか言うとったから、あそれやったら高速いっぱいやから借りようかなって思って。あバイクを、あなんだ、自分のバイクのタイヤの真ん中がなくなるんが嫌なんか。嫌やん。あー、何これ。今これ
左曲がってどこ行った家なのか知らない。ちょっと上がる上がるあっちもう、もう俺はもうお任せです。もうあの俺のツーリングプランは2秒で却下になったからうん、あれ作るに1時間半ぐらいかかっとってんけど本とか見ながら分かるわ、うん、いつもそれやっと足りてくれうるさいもうあれや左手首が痛いお前いつも言うな。でも乗り方がおかしいんかな、左手首痛いって。左手首痛ならへんけど、お前らと違って、うん、乗ってないから、うん、赤いで赤いでおいみんな来たよ先頭悪いの、うん